ご苦労様。ご苦労様。
Thank you.
コーチ通り蹴散らしてやるよ。
その指輪はゼニスがロエン殿に永遠の忠誠を誓った証。いかがですか？神を従えたご気分は？研究が成功したことを証明してもらおうか。はい。ですがその前に聞いてほしいことがあります。この段になって一体なんだ？ロエン殿ならご存知かと思います。経典の最終章に何が記されていたのか。神に仕える巫女の死。そうです。そしてもう一つ、巫女の復活。再臨。追求する価値のある話だとは思います。貴様、亡き教皇を保身の道具にするつもりか？ロエン殿を信じていないわけではありません。しかし鍵の使用方法を伝えれば、私は秘密を知る邪魔者でしかありません。フリーダが生き返る、そんな話信じられぬ。私は信じるわけにはいかないのだ。あくまでも可能性の話です。いわば奇跡の起きる可能性。奇跡では参りましょう。ゼニスの中枢へ。鍵の使い方を説明して差し上げます。